ふと思ったんだけど、実家が駅から遠いとこにある家庭って、正直言って虐待だと思います。私は幸い、たまたま運が良くて、小学校、中学校まで歩いて10分かかんないくらいだったんですよ。小中学校って地区によって分けられるから、必ず割尾空港がいるじゃん。みんなのクラスにも必ず何人かはいたと思うんだけど、やっぱ学校まで歩いて30分って子がいたのよね、周りに。私、子供ながらにそうやって遠くから来てる子のことすごいかわいそうだなって思ってたもん。歩いて30分とか40分ってことはその分早く起きなきゃいけないのよ。昔から朝起きるのほんと苦手だったから、いや、そんなに遠かったら私もう学校行けてねえわって思ってたね。小中学校ってチャリ登校がダメじゃんか。高校からは OK だけど。まあ大体友達と喋りながら帰るから、嫌な思い出になってる人は少ないとは思うんだけど、その登校で毎日毎日歩いたってのがすごいトラウマになって、大人になってから駅近の家賃高い物件に無理して住んじゃう子いるんじゃないかなって思ったんだよね。オタク趣味を抑圧された子は大人になって自分でお金稼げて一人暮らしできるようになると爆発するっていう人もいるじゃん。お菓子を禁止された子は大人になってから爆発してすごい食べちゃって肥満になったりとかさ、そういうのと同じようになるんじゃないかなって。うちの実家って A っていう駅にも歩いて15分で行けるし、 B っていう駅にも歩いて20分くらいで行けるんですよ。ちょうど中間なの。そんならもっとこっち寄りにするとかさ、もうどっちかに徒歩5分で行ける方がいいじゃん。この理由が、もう死んだうちの父方のおじいちゃんが家を買うときに、 A と B の中間地点に駅が新しくできるだろうって予測立てて買ったんだって。んなわけねえじゃん。その謎の適当な予想で小中高の時ずっと割を食ったんだよね。で、栄えててアニメイトとかあるのが B 駅なんですけど、歩いて20分ってなるとやっぱバス使うわけよ。でもバスって時間通り来なくてストレスが多かったよね。なんかツタヤで借りたの返し忘れてて、でもホームページ見たら次の日の開店する前、朝10時までに返却ボックスに入ってれば OK ですよ、延滞金発生しませんよって書いてあったから、頑張って早く起きて9時20分のバスに乗ろうとしたわけよ。そしたら9時台って多分通勤と被ってて道路が混んでて、いつも時間通りに来ないのよ。9時40分になっても来なくて、あ、もうこれ無理だわ、クソだわと思って、結局駅まで走った。全力疾走。5分前に間に合いました。この経験してからバスはクソってイメージしかない。今の家は駅から2、3分なんで、まあ、疲れてても無心で歩けばすぐ着くんですけど、疲れてて重いもん持ってバス待ってると、気づかなくてバス行っちゃってたこと2、3回あったんだよね。あまりにも疲れすぎててこうなってるから。うわー、あと1分早ければ間に合ったのにっていう時、もうバス停着いた時には出発してて行っちゃう背中が見える、あー次来るの20分後だしとかっていうの、すごいストレスなんだよね。で、駅まで距離があると自転車使って行くじゃないですか。駐輪場空いてない問題があって、だから駅から遠い人は駐輪場を月額で契約してるのかな。坂がある人はしんどいだろうな。で、問題は雨の日なんですよね。チャリ使えねえし、靴はびちゃびちゃになるし。高校が家から歩いて15分くらいだったんですけど、土砂降りがひどすぎて、コンバースぐちゃぐちゃになって、裸足で家帰ったことあったもん。こういう辛い経験って人生でする必要がないんですよね。雨の日ってたまーにしかないんですけど、そのたまーにの日のストレスをどんだけ軽減するかが生きる上で重要だと思ってるんだよね、私は。雨の日を想定してバスの本数がめちゃめちゃ多いバス停の近くに住むとか、やっぱ駅まで徒歩3分のとこに住んじゃうとかね。うちのパパ歩いて15分をずーっとと続けてましたけどね、40年間。雨の日も雪の日も。帰りも歩いてこなきゃいけないから、1日30分時間を無駄にしてしまうってことなんですよね。で、家から駅に行くのとか、家から学校に行くのとか、いっつも同じ景色じゃん。私それがすっ
ごい嫌で、飽きるの。気持ち悪くなってくる。だから今も久しぶりに実家帰る時の道のりが、もうちっちゃい頃から何回も何回も見た景色で、吐きそうになるわ。飽きた。嫌な思い出もこびりついてるし。毎日違う景色だったら、通勤も登校も楽しいので、まあ遠くてもありですけどね。私は本当は3ヶ月くらいで家を転々とする生活の方が向いてるんだろうなと思います。飽きるから。もう駅から3分の家に住むと、自転車で行く必要がないから、駐輪場が空いてないかもしれないっていうストレス、雨の日のストレス、10分も20分もかけて歩かなきゃいけないってストレスから、全部解放されるんだよね。もう一度経験すると戻れないですよ。こう遊びに行くときに駅まで歩く時間とか、通勤時間とかって無駄じゃん。基本的に何も生み出さないから。だから会社勤めの人はね、やっぱ会社の近くに住んじゃうのが一番ですよ。通勤時間を読書に当てるってすれば無駄じゃなくなるんだけど、もう満員電車すぎてもう本開くってレベルじゃねえぞってなる時もかなりあるやんね。だその実家が駅から遠いっていうのは、それだけで子供の時間を奪ってるよね。駅まで歩いて15分の私でもこういうしんどい思いをたくさんしてきたわけ。だパパが休みの日とかは駅まで車で送るよって送ってくれたこといっぱいあったんですけど、それも結構自分の中では申し訳なかった。ちょっとの距離のために車出させちゃって悪いなって。だなんかパパは車でもう用意して待ってんだけど、私はなかなか化粧終わらなくて、てか化粧失敗して直してるみたいな、そういう時も、ああ申し訳ない申し訳ないって思ってたような気がする。でそういう気持ちになりたくないから、やっぱ駅から近いところに住んだ方が楽なんだよね。あの電動自転車買うのはおすすめです。楽だよ。もう普通の自転車あまりに重すぎて乗れなくなったもん。まあ、金持ちで毎日タクシー使ってもいいよとか、あ毎日送り迎えするよっていう家庭ならいくら駅から遠いとこに住んでもいいんですよ。 95% は凡人で、まあ、出かける時に駅まで歩いていかないといけないわけですから。次の家駅から5分くらいになるんですけど、今の家が歩いて2分くらいなんで、もうすっすごい遠く感じるんだよね。だから引っ越したら5分だけど駅までチャリで行くかも。すごい遠く感じるんだもん。デメリットとして駅近の家に住むともう戻れなくなるってことですね。何を言われようがこれが私の生き方だ。嫌なことから逃げてたって誰かを笑顔にできるんだ。